はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきゃみです。今日はソードアートオンラインホローリアリゼーション行ってみましょう。まずはね、ミッションの方ね、見ていこう。クエストか。で、一人でまず行ってみようって書いてあるんで、まあ、とりあえずね、こっちを先に行ってから行きたいと思います。なんかイベントかな。ん、あそこにいるのは。おや、いきなりね、イベントが始まりましたね。よう、アスナにプレミア。あ、キリト君、ごきげんよう。二人して何してたんだ。プレミアちゃんに私からも戦闘を教えてあげようと思って。君のおかげでどんどん上達していってるけど、同じ再建使いとして何か教えられることがあるかなって。そっか、確かに片手剣の俺じゃ再建についてはわからないことがあるからな。アスナの説明もとてもわかりやすいです。本当？よかった。じゃあ俺はここで見学しとこうかな。なんだかちょっと恥ずかしいかも。なんでだよ、いつも一緒に戦ってるだろ。それはそうだけど。アスナ、さっきの続きを教えてください。あ、うん、じゃあ続けるね。こうソードスキルにためを入れて打ち出す感じ。普段の構えをもう少しだけ胸を張った感じにすると、ソードスキルにつなぐ時の体の運びがスムーズになるよ。胸を張る、こうでしょうか。うんうん、そこから気持ちを乗せて一気に打ち抜くの。気持ちを乗せる。あー、ごめん、これはうまく伝えるのが難しいな。じゃあちょっとお手本を見せるね。口で説明するよりも分かりやすいかもしれないから。やっ、おお、さすがだな、アスナ。ソードスキルの発動がすごく早い。やっぱり先行様だ。ちょっと、からかわないでよね。ごめんごめん。でも、いつ見ても惚れ惚れする剣さばきだからさ。プレミアもそう思うだろ？はい。とても驚いています。どうしてアスナの剣は、そんなに早いのですか？戦闘に慣れてるからかな。あ、ちょっと待って、少し違うかもしれない。それだけじゃなくて、そうだね、守りたいからかもしれない。守りたい。うん、大事な人やみんなのことをね。だって剣が素早かったらみんなが傷つけられたりする前に相手を抑えられるかもしれないでしょ。大事な人を守る。守るためには早く強くなくちゃいけないから。あ、プレミアちゃん、後ろ。後ろ？敵がポップじゃなくて奇襲だ。はぁ、大丈夫だった？プレミアちゃん。はい、傷一つありません。よかった。俺が剣を構える頃にはもう切りかかってた。さすがだよ、アスナ。だって敵が見えたから、プレミアちゃんにもし何かあったらと思って。アスナ、あなたにとって私は大事な人なのですか？私を守ってくれたということは。もちろんだよ。嬉しいです。私があなたにとっての大事な人で。なんだかまっすぐこっちを見つめられながら言われるとちょっと照れちゃうかも。ああ、これは誰でも照れるな。アスナはいつだってこの速さと強さで多くのものを守っているんですね。ああ、そうだよ。何度も俺やみんなのことを守ってくれたんだ。もう二人ともやめてってば。なんだか恥ずかしいよ。それよりプレミアちゃん、練習の続きしよっか。背後には気をつけなきゃだけど。はい、教えてください。明確な目標ができたので、これからさらに努力が必要になりそうです。明確な目標って？今
はっきりと見えたんです。私もアスナのように早く強くなりたい。いつか大切な誰かを守るために。プレミアちゃん。なるほど、剣に気持ちを込めるっていうのはこういうことか。俺もアスナに負けないぐらい強くならないといけないな、みんなを守るために。私プレミアちゃんにとっていい目標でいられるように頑張るね。はい、それではね、イベントの方、本編イベントなのかな、これプレミアちゃんイベントということでいいのかな。まあ一つね、終わりましたね。さあそれでは行きましょうか。フィールドの攻略を進めましょうということなんで、一旦町に戻って、パーティーを引き連れてから、みんなでね行きたいと思います。さあそれではね、新しいマップの方ね、確か、どんどん進んでいきたいと思います。それとね、あと最近衣装がね増えたんですよね。ちょっと前にほらローソンの限定の衣装みたいなやつ、これ今しのんちゃん着てるんですけど、まあ、これをねつけてたんですけど、これのなんかアップデートで強力なバージョンなんですけど、店でも買えるこのローソンバージョンのまあ別の色みたいな感じのやつが出て、リーファちゃんが今着ております。あとはこれなんかのコラボだと思うんだけど、ゴッドイーダーだっけなのコラボだと思うんだけど、ゆうきにはその衣装を着てもらっています、というような感じです。さあそれでは行きましょう。いや、やっぱりね、いろんなこう衣装とかでね行くとやっぱ楽しいですね。キリトもこうなんだかんだ劇場版の衣装着せて、まあ遊んでるんですけどね最近。戦闘にちょっと鳴らしながら行きますわ。ちょっと最近やってなかったんでね、忘れてるんで軽くやって、ボス戦とかったら困るし。さあ行こう。さあなんかモンスターがいるね。ウェーブドモンスターか、倒してみようか。パンできた。なんか久々で覚えてないんだよな戦闘。こんな感じでよかったっけ。なんかモンハンやってるみたいな気分になるなこれ見ると。追い込んでみんなで一斉攻撃。危ない危ない。さあ行った。さあみんなで一斉だ。あっさり倒しちゃったね。さあ次のマップの方来ましたね。最近ね、コードレジスタの方を、まあ、やってるんですけど、最近ね、ついにあの新キャラということで、ね、この2人が登場するガチャがあってね、なんとかね、1回10連ちょっと引いてみたんですけど、2体ね、2人同時にね、出たんでね、ありがたい、ありがたいですよ。まあ、人気キャラらしいんですが、ちょっと私ね、あんまり詳しくないんでね、原作この2人が出てくるストーリーとか全然知らないんで、まあ、アニメになるのを待ってますわ。さあとりあえず行きますかね、どんどん。さあそろそろイベントか。なんだなんだ。運用か、何か集めてこなきゃいけないのか。探索を続け転移装置の起動方法を見つけ出せ。さあそれではどんどん探してみますかね。よし、じゃあどんどん行こうかな。イベント、おお、なんかいかにも怪しい。何が起きるんだろう。さあ文様かなこれが。おお、モンスターでかい。さあ戦闘をちょっと思い出そう。さあまずはダウン奪ったし、一気に決めましょう。ほらよ、分かった。さあ一気に決めるんじゃないこれ。すげえあっさり倒した。さあなんだいこれ、文様が手に入るのか。おお、イベントアイテムっぽいのが手に入ったぞ。ああ、こんな感じでボスみたいな、中ボスみたいなのを3体倒して、さっきの転移する装置のとこに持っていけばいいのか。
さあ、どんどんじゃあ探索をいこうかな。で、マップの方ちょっとちらっと確認してみようかな。次はどこ行けってことなんだろう。これ関係ないだろうしな。しかしマップ広いな。いろんなところあるじゃないか。さあ、次のマップ行ったらなんかないかな。さあ、次のマップ来たらまたなんかびっくりマークみたいなの見えるね。あこまで移動していきたいと思います。もう間もなくイベントの場所だな。あれだ、行こう。なんだこいつ待て待て待て、直前になんでこんなのが現れた。これはちょっと一気に倒そう。なんかいっぱいいない、いないか。てか、はい、さあどうだ、簡単が倒してくれそうかな。よし、なんかアイテムも手に入ったしな。さあ文様のイベントかな。あ、今のがそうだったのか。さあどんどん次また行こうかな。なんだ、あ、ここまでか。一旦引き返すことになるのか。それじゃ登録の方をして街に戻りましょう。なんか一つ前のマップ登録するの忘れたような気がする。まあ後でやっとこう。いやー、すぐ転移席のね登録を忘れちゃうときある。おーい、こっちだこっち。お待たせ、二人とももう準備は済んでいるか。バッチリだ。武器のメンテも済ませといたぜ。なんたってネームドモンスター狩りだ、準備は万端よ。けど今日俺たちが倒しに行くターゲットってのはお前さんは一度倒しているんだろう。うん、まあ成り行きでだけど。あれだよな、プレミアちゃんと一心同体で戦い抜いたっていう噂の。なぜか噂になっちゃっているんだよな。何にしても討伐経験者がパーティーにいるんだ。この勝負もらったも同然。でもあの時は俺やリズたちも合わせると14人いたんだぜ。14人？お前それを今回は3人で倒そうとしてんのか。まさか、勇気とシノンとストレアも呼んであるよ。現地で待ち合わせてる。何、勇気も呼んだのか。それでも6人か。前に倒した時の半分以下じゃねえか。相手が高レベルなのは間違いないけど、前の戦闘でパターンは掴んだからいけるさ。そりゃおめえはいけるかもしれないけどよ。大丈夫だって、事前に動きは教えるから。とはいえ火力はちょっと足りないかもしれないな。だったらもう一人くらい誘った方がいいんじゃないか。ログインしているメンツに連絡すれば誰か一人くらいは引っかかりそうなもんだろう。その話聞かせてもらったわ。フィリア、いたのか。私もそのネームドモンスターを狙っていたんだよね。なんだ、誘う手間が省けたじゃねえか。生半可なバトルじゃなさそうだけど、問題はないのか。大丈夫、私がどれだけの修羅場をくぐり抜けてきたと思ってんの。それじゃあフィリアも参戦してくれ、よろしくな。うん、任せて。どうする、他にもメンバーを募るか。いや、今ログインしているメンツで誘えそうな人はこれで全員だな。なんだよ、他には誰もいねえのか。あとはユイならいるけど。さすがにユイちゃんを戦わせるわけにはいかねえもんな。ってことでこのメンバーで討伐しに行こうぜ。しゃね、やってやるぜ。そんじゃ行くとするか。どんなお宝が出るかな。すぐそこがネームドモンスターのいる場所だよ。よし、そんじゃ立ち回りの作戦を立てて。あ、キリト。よ、3人とも。ねえ、
っちこっち、あれ見て。あいつが先に戦ってるのよ。しかも一人でね。あいつ？しぶといやつだな。ジェネシス、知っているやつか。ちょっとな、別に親しいってわけじゃない。おいおい、押されてるみたいだぜ。っていうか、本来なら14人で戦うような相手にたった一人で踏ん張ってるっつうのか。なんで一人なんだろう。他の仲間はもうやられちゃったのかな。考えられるな。どうする、助けに入るか。当然よ、困った時はお互い様ってな。このレベルの相手ともなると簡単にはくたばらねえか。なんちゅう言われよ。モブ消えろって言ってんだ。こっからが一番盛り上がるとこなんだからよ。何をするんだろう。おい、こんな時にメニュー開いて何やってんだよ。なんだ？きた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 ー！わかる、わかるぜ、脳に流れ込んでくる感覚が！体中の細胞が沸騰するような気分がお前らにわかるか。やばいぜ、最高だ。やべえ、最高に危ないやつだ。行くぜ。なんだ、メニュー画面開いたってことはなんかアイテムかなんか使ったってことか。おらおらおら、トロトロ動いてんじゃねえよザコが。すごいラッシュ。なんだこの戦闘は。異様だぞ。これがアルゴの言っていたジェネシスの本当の戦闘スタイルなのか。大丈夫かよあいつ。一人で倒しちゃった。結局やられたらちょっと笑ったんだけどね。ああ、もう壊れたのかよ。って嘘だろ、本当に一人で倒しちまいやがった。これが俺の実力ってところだね。なあおい、俺と勝負してみるか。だんまりか。クソつまんねえな。ま、モブをかばったヒーロー様っつっても所詮は群れで戦ってた臆病者のヒーローってか。俺とどっちが上かなんてな、バカでもわかるよな、モブども。この野郎、好き勝手言いやがって。本当のことだろ、実力が違うんだよ、実力が。じゃあな、せいぜいモブ同士でヒーローごっこでもしてろ。何だったんだよあいつ。
何言われたの？いや、大したことじゃないよ。どっちが上かわかるだろってさ。今の戦いを見せるために先回りしてたのかな。わからない。あんな奴の言うことは無視しようよ。なんか気持ち悪い。それよりあの戦い方、なんつうか正気じゃねえって感じだな。まるでトランスプレイヤーだ。トランスプレイヤー。けどトランスプレイヤーはアミスフィアの安全機構によって強制ログアウトさせられるはず。あの豹変ぶりの正体は一体何なんだ。パパ、難しい顔をしてます。どうかしましたか？ユイ、聞きたいことがあるんだ。このゲームでチート行為は可能だと思うか？ご存知の通り、このゲームの機関プログラムは SAO と同じカーディナルシステムです。カーディナルのセキュリティに対してデータの改ざん等は一切行えないでしょう。だよな。だから SAO 事件の時も一部の例外を除いて外部からの介入ができなかったんだ。何かあったんですか？ちょっと違和感のあるプレイヤーがいてさ、そいつが不正な手段でゲームをしているかもって考えたんだけど。現状では不正を行う方法はないとしか言えません。となるとあの異常な強さは正真正銘の実力ってことになるのか。そこまで強いプレイヤーなんですか？俺だけじゃなくクラインたちも唖然としていたよ。ただのプレイヤーじゃないことだけは確かだ。ジェネシスの豹変ぶり、尋常じゃない戦闘内容、チートの可能性はないと分かっていても説明のつかないことが多すぎる。はい、それじゃあね、今日はこのぐらいにしたいと思います。今度、そうだね、また1週間以内にはね、動画出していきたいなとは思ってますんでね、少しずつホロリアリゼーションも頑張っていきたいと思います。それではね、今日はこのぐらいにしたいと思います。皆さん、おやすみなさい。